創設時代とはガラッとイメージが変わったガンバ大阪です。今やリーグ屈指の強豪チームです。すっかり西を代表するクラブになりました。多くのクラブから目標にされていますね。さあ、キックオフです。宮吉拓実、ボールを運びゴールに襲いかかります。パスをこの位置で防ぎます。遠藤康人、藤原博樹、進藤涼介、今野康幸、遠藤康人、危険な位置です。緊張感が増してきます。パス、さらにパス、ショートパス、うまいパス、シュートはポスト。いい形でゴール前まで持ってきました。遠藤、キーパー弾く。相手にコーナーキックのチャンスです。集中して守れるでしょうか。ボールはどうだ、キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。中に入れたファビオ、キーパーにボールが収まります。キム・ミンテ、ここは遠藤がうまく読んだ。長澤俊、さあスタジアムのテンションが上がります。クロスはマイナス、ピンチを出します。ボールは戻されます。オジェソク、遠藤康人、ガンバ大阪の攻撃です。気は抜けない展開です。これはキーパーが難なくセーブ。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。ボールを運びゴールに襲いかかります。ファーポストにクロスが上がった。前に出しました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。
これはゴールキックとなります。シュートをセーブした瞬間をご覧ください。いいシュートだったんですが、ゴールキーパーの反応が素晴らしい。ファインセーブです。藤原弘樹、倉田修、チーム全体が守りを固めています。ガンバが攻めに出ます。遠藤康人、再び戻す、ひとまず前に出しました。タッチラインを割りました。スローインです。今野康幸、危険な位置です。緊張感が増してきます。遠藤康人、これはチャンスだ。ボールが収まります。ファン・ウィジョ、素晴らしいパス、長澤俊、先制するチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、決定力が足りなかったようですね。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。同点で終了した前半ですが、どうご覧になりましたか、福西さん。そうですね、一方的に押していましたが決めきれませんでした。流れはいいので、このまま行けばいいんじゃないですか。パス、さらにパス、ショートパス、うまいパス、シュートはポスト、いい形でゴール前まで持ってきました。遠藤、キーパー弾く、ボールはいる、どうだ、後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。今野康幸、これは残念、ボールを手放してしまいました。パスを2人で交換します。サイドへ、真ん中にクロスを上げた、中央へのボールはクリアされました。プレッシャーを感じてません。ここでコーナーキックです。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。ボールは決めに来た。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。遠藤康人、さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。いい形でゴール前まで持ってきました。絶妙なパス、ここはキーパーが簡単に抑えました。これはもったいない、ボールを失いました。さあスタジアムのテンションが上がります。ここで打つ、このシュートは完全に枠を外れました。狙いは分かりますが、これでは入りませんね。サブの選手がピッチに向かいます。
今野康幸、長澤俊、ガンバ大阪の攻撃です。遠藤康彦、よく止めましたね。セービングに安定感があります。ガンバがコーナーキックを獲得。これはあるか。このボールは相手にクリアされました。今度はボールを変えてきますでしょうか。ボールはエリアへ。ファビオ、キーパーにボールが収まります。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。あそこは決まるか。このシュートは大きく外れました。コースを狙ったんだと思いますが、全く可能性のないシュートになってしまいました。選手がピッチに入ります。進藤涼介、さあ揺さぶりをかけていく。駒井義明、遠藤康人、スペースに出します。これは狙えます。残り時間も少なくなってきましたが、ここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたが、ついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。素晴らしい流れからゴールが生まれました。チームとしてやりたいことが見えていますね。違うアングルから見てみましょう。後半になってようやく試合が動き始めました。試合時間は残りわずかですが、ホームのサポーターは全く諦めていませんね。チームの力を信じています。ここは期待。ゴールを狙う。ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。今野康幸、遠藤康人、おしゃれに決めてきました。ガンバが攻めに出ます。パスがまた成功。しっかりつなぎますね。テクニックとポジショニングがしっかりしているんだと思います。アデミューソン、このチャンスは生かせません。痛いミスですね。フェイントをかけたかったのかもしれませんが、決めて当然のシュートですよ。遠藤康人、危険な位置です。緊張感が増してきます。アデミューソン、なんとも惜しいシュートでしたが、重要な場面決めきれませんでした。狙いは良かったですよ。
今野康幸、藤原博樹、いい形でゴール前まで持ってきました。遠藤康人、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。試合終了のホイッスルです。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足。